はいさい。昨日の動画では僕がおすすめする10万円以下のフルサイズ3選選んだと思うんですけれども、今回は APS-C 機バージョンでいきたいと思います。フルサイズ APS-C 何それっていう人がいたら、それ分かりやすく説明した動画概要欄に貼ってますので、まずそちらを見ると腑に落ちると思います。本日の選出も僕の独断と偏見によるものですので、異論は一切認めます。で、何かね補足したいこととか自分のおすすめのカメラがあったり、あとまあ僕の言ってることをちょっと訂正したいなって思う部分がある人は、コメント欄に書いてください。さあ、ということでね、今回は APS-C 機の紹介ということなんですけれども、僕普段あまり APS-C 機を使わないっていうところと、機種が多すぎて3つ選ぶのもね本当に苦渋の決断っていう感じですね。はい、まあ、今回僕が選ばなかったカメラ、買いじゃないかと言われたらそういうわけではないです。まあ、この僕の3選に漏れたカメラを使っている方もね、気を悪くしないでいただければと思います。それではまず1台目こちら、ドーン、ニコンの D7500 というカメラですね。こちらはですね、 D7200 という機種の後継機にあたるんですけれども、発売された当時ですね、前の機種である D7200 よりもスペックダウンされた場所がいくつかあって、まあ、それで結構物議を醸しはしたんですよね。まあ、例えば SD カードがシングルスロットになっちゃったとか、電池の持ちが悪くなっちゃったとか、そういうポイントもあるんですけれども、まあ、まとめると非常に高画質で使いやすい操作性があって、なおかつ値段も低い、満足度が高いっていう、そういう機種だなと思ったので、こちらを紹介していきたいと思います。まずグッドポイントなんですけれども、1つ目、現行機種であるということですね。はい、現行機種にもかかわらず、値段がこんなに安くなってますね。発売当初はね、結構15、6万ぐらいしたので、もう半額とかそのぐらいのレベルになってるっていう感じですね、たった2年で。その2、タッチパネル式のチルトアングルになっております。チルトアングルっていうのはこんな感じですね、あると便利ですからね。その3、純正レンズの種類がとにかく多いんですよ。まあ、ニコンさんといえばやっぱり言わずと知れた老舗のカメラメーカーじゃないですか。その長い歴史の中で作ってきたレンズの数っていうのはものすごい数があってですね、比較的安価でいろんなものを選ぶことができるので、ローコストでレンズを揃えられるっていうのは非常にいいポイントだと思います。その4、タイムラプスを撮ることができます。僕の予想なんですけど、この数年以内にインスタグラムとかああいうのって結構動画も主流になってくると思うんですよ。そういった意味ではタイムラプスが撮れるっていうのは非常にいいかと思います。その後、連写性能が比較的いいです。特段ものすごく速いってわけではないんですけれども、中級機でこれだけ撮れれば十分かなというような連写性能がありますね。その6、 UI が使いやすい、要は操作性がものすごく優れてるっていうことです。こう液晶画面見てね、結構ソニーとかだとなんだこれって何かわからないんですよ、割と。だけどニコンさんはものすごくわかりやすく作られてます。このあたりね、初心者にも丁寧ですごくいいんじゃないかなと思いますね。その7、 4K 撮影が可能です。まあ、ただし連続撮影は最大でも30分ぐらいっていうことになっていて、まあ、基本的にはおまけ程度ではあるんですけれどもね。でもこれから 4K が主流になっていく時代なので、動画も撮りたいよっていう方はやっぱ 4K 撮れるに越したことはないですからね。では続いてバッドポイントいきたいと思います。まず1つ目、シャッター音がチープなんですよ。ネットとかでも調べるとやっぱりそう思ってる人非常に多いみたいですね。でバッドポイントその2、マグネシウム合金製じゃないんですよ。まあ堅牢性といった意味ではあまり信頼が置けるものではないかなと思いますね。落としたら割れちゃったりとかすると思います。その3、 SD カードのスロットがシングルなんですよね。これはね、なんで1枚にしちゃったんでしょうかね。で、最後のバッドポイント、一眼レフ機というものがそもそも市場としてこう先細りしてる市場になるので、今からこうカメラを買うよってなった時、やっぱり僕はどっちかというとミラーレスをおすすめしたいかなという部分が強いんですよね。ただやっぱりミラーレスカメラよりも一眼レフのフィーリング感が好きっていう人もいると思いますので、今回、3選のうち1つに一眼レフ機も入れました。このカメラの総合評価としては、まあ比較的どんな人にでも合うんじゃないかなと思いますね。ただやっぱりミラーレス機に比べてサイズは大きくなりますので、ある程度こう本気でよし趣味としてカメラをやるぞっていう、そういう方の触りとしてはすごくいい機種なんじゃないかなと思います。初心者がこちらの機種で、一眼ライフを始めるっていうのも非常にいいんじゃないかと思います。さあ、それでは次の機種ですね。サンスタ、ドン、富士フイルムの XT2 でございます。こちらはですね、富士フイルムのダブルフラッグシップ機の一つで、もともと最高級機種なんですよね。確かね、発売当時は17、8万したかと思うんですけれども、今値段で言うと10万円以上中古相場落ちてますので、もう本当に買いのカメラです。
発売時期は2016年ということで3年経ってはいるんですけれども、まあ元々のスペックがかなり高いので今の時代でも十分使うことができるカメラです。それではグッドポイントいきましょう。その1、コンパクトで軽量です。バッテリーと SD を含んでも 500g ちょっとしかないんですよ。その2、見た目が最高に渋くておしゃれですね。はい、これは富士フイルム全般のカメラに言えることですね。その3、防塵防滴性能が高いんですよ。防塵防滴なのはもちろんのこと、マイナス10度くらいの環境下でも十分に作動しますので、フィジカルの強いカメラと言えると思いますね。その4、純正の縦グリップをつければ性能が上がるんですよ。縦グリップの中に入っているバッテリーとカメラ本体に入っているバッテリー両方を並行して使うことができるので、シャッターユニット周りの性能とかそういったものが向上するんですよね。その5、純正レンズがいいものがめっちゃ多くて安いんですよ。こんな幸せなことないじゃないですか。グッドポイントその6、デュアルスロットなんですよ。 SD が2枚入りますのでリスクヘッジがしっかりとできていいですよね。その7、液晶のチルトアングルが、まあ、こういう風に動くのはもちろんのことなんですけれども、こういう風にね、縦構図でもチルトが使えるんですよね。これはかなり画期的だと思います。その8、 4K 撮影が可能です。さあ続いてバッドポイントを挙げていきたいと思います。1、操作性が悪い。まあ悪いというかね、富士は操作系が全部独特なんですよ。物理ダイヤルで基本的に全部調整するので、あの場所とか覚えてないと結構ね、最初の頃は難儀するんじゃないかなと思いますね。まあでも裏を返すと、こうフィルムカメラを操ってるような、メカを操ってるこうダイレクトな操作感っていうのを得ることもできますので、まあこの辺りは一長一短って言えるかもしれないですね。その2、タッチパネルが非搭載です。その3、これはね富士のカメラ全般に言えることなんですけど、オートフォーカス性能がね、やっぱりね、遅いんですよね。この XT2 っていうのは比較的 AF 性能に関してはいい方なんですけれども、とはいえですよ、普段ソニー使ってる僕からしたら、やっぱりちょっと、って疑問が残るところでありますね。最後のバッドポイントは、シングルスロットであるという点ですね。はい、ということで総評をまとめますと、まあ、とにかくね、見た目がおしゃれです。まあ、持ってるだけでね、すごいおしゃれで気分が上がるんですよ、富士のカメラって。あとはフィルムシミュレーションっていうフィルターのようなものが用意されてますので、それを使うとですね、フィルムルックな感じになったりするので、あの JPEG 取って出しで使うんだったらもう最高ですね。どういう人におすすめかというと、まあこうおしゃれでね、カメラを趣味にしたいなっていう若者ですとか、あとはもうメイン機が別である方がサブ機として使うとかね、そういう風な位置づけでいいんじゃないかなと思いますね。サンスタ、はい、ということで最後の一戦です。ドン、ソニーの α6500 という機種ですね。僕が買った頃は14万ぐらいしたのかな。こちらの機種はソニーのミラーレス APS-C 機の最高峰フラッグシップ機として作られたものなんですね。で、プチ情報を付け加えておくとですね、もしかしたら近々後継機種が出るかもしれないんですよ。そうするとまた数万円ぐらい中古市場での、あの価値が下がっていきますので、夏過ぎとかそのぐらいが買い時になってくるのかなと個人的には踏んでますね。その1、コンパクトで軽量です。バッテリーとメモリー込みで重さ 453g ということでかなり小型です。続いてその2、 AF 性能がめちゃくちゃいいです。もうとにかくオートフォーカスが爆速です。続いて瞳オートフォーカスを使うことができます。この瞳を検知してですね、そこにオートフォーカスが食いついてもう離れないんですよ。あの早く動き回る子供とか撮るのも安心かなと思います。続いてボディ内に五軸手ブレ補正が入ってるんですよ。サードパーティーとか、あとは中華レンズとか、最近すごく安くていいスペックのもの出てるんですよ。大体そういったものってレンズ内に手ブレ補正が入ってないので、ボディ内の手ブレ補正に依存する形になるんですね。そういった意味では先ほど選んだ D7500 も XT2 もボディ内手ブレ補正入ってないので、一歩リードしてるって言えると思いますね。グッドポイントその6、オールドレンズを存分に楽しむことができるんですよ。先ほどの XT2 にも言えることなんですけれども、ミラーレスカメラってこうファインダーの中を覗くと、その中にも小さな画面が入ってるんですよね。なのでこの画面の中にいろんな表示をすることができるわけなんですよ。オールドレンズって基本的にオートフォーカスではないので、マニュアルで合わせるんですけれども、その際にですね、ピントが合ってるところに色がつくピーキングっていう機能があるんですけれども、それをファインダー内で確認しながら使うことができるので、オールドレンズでもね、本当に簡単にピントを合わすことができるんですよ。オールドレンズも手ブレ補正ありで使えるということでね、非常にいいんじゃないかと思います。続いてチルトアングルです。まあ、チルトアングルは先ほど説明した通りこういうような感じですね。これは便利ですね。続いてなんとですね、ログ撮影が可能なんです。例えばほら、僕の映像ってこう色味おしゃれじゃないですか。
これってね、動画をログというピクチャープロファイルで撮って、それを後からカラーグレーディングといって色をこう付け直す作業をしてるんですけれども、そういったことがねできちゃうんですよ。また合わせて言っておくと 4K 撮影もできますので、まあ、ただ僕の経験上20分ぐらい撮影すると熱暴走になるっていうことが多かったですね。特に気温30度を超える日なんか。まあ、ただ本格的な動画撮影もできるということです。では続いてバッドポイントに移りたいと思います。その1、純正レンズの数がね少ないんですよ。その2、フィジカルが弱いです。検証したというわけではないんですけれども、僕の経験から言えることっていう感じですね。その3、メニューが分かりにくいです。とにかくもうありとあらゆる機能をただ文字で詰め込みましたって感じで、もう探すのも大変だし、最初の頃は慣れるのに時間かかるかなと思いますね。最後のバッドポイントは、シングルスロットであるということですね。これもね、デュアルスロットにしてほしかったなと思いますね。はい、総評としてまとめますと、とにかくシステムをコンパクトにしていい写真を撮りたいという方、またはね、動画を本格的にやっていきたいという方におすすめです。先ほど言った瞳オートフォーカスもついてますので、子どもの撮影なんかもね、すごい子どもが動き回ったとしてもしっかり追従してくれるので、そのあたりはすごくいいんじゃないかなと思いますね。参考になったという方はね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。このシリーズ好評でしたら、次は女性におすすめの3選とか、ミラーレス機でおすすめの3選とか、いろんな風にね、こう3選シリーズやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、次回もお楽しみに。 See you!